ボストンは28門の大砲を搭載したアメリカ海軍の搬送フリゲート。ボストンで建造され、1799年5月20日に浸水した。フランスとの疑似戦争、第一次バーバリ戦争、米英戦争に参加した。1779年7月から1800年6月まで、フランスの試略戦からアメリカの商戦を守るため西インド諸島で活動した。 1800年6月15日に、ボストンに戻り、同年9月に再び西インド諸島へ向かった。10月12日、ボストンは、フランスの小型のフリーゲートレベルソと交戦し、レベルソを捕獲した。この戦闘でボストンは7名の死者と8名の負傷者を出した。ボストンは、レベルソを栄光して11月に、ボストンに戻った。西インド諸島での活動中、 ボストンはレーベルソの他にも7隻を捕獲した。1801年の冬、ボストンはロバート・リビングストンをフランスへ運び、それからトリポリ沖で地中海戦隊に加わった。1802年5月16日、ボストンは6隻、内誌7隻の砲艦と交戦した。ボストンは1802年10月にボストンに戻った。それからワシントンへ向かい、そこに敬戦された。 米英戦争の勃発に際してもボストンは修理する価値がないとされてワシントンで掲戦されたままにされ1814年8月24日にイギリスの手に渡るのを防ぐため焼却処分された。ありがとうございます。